火曜神皇は、漢武天皇の、大十王子。漢位は二品、太宰卒。火屋新能とも記される。佐賀町末の公認十二年四品に除せられる。順乱朝では、公認十四年自武教、天朝三年、中塚佐教を歴任。天朝十年、人名天皇の即位後間もなく三品に除せられ、上は七年太宰卒、上は十五年自武教に任ぜられる。 歌小三年、文徳天皇の即位後間もなく、壇上院に任せられ、最高二年二品に至る。また、同年に大破した東大寺大仏の修造にあたり、上岸三年三月には、東大寺大仏修理落成区要会を監修している。生は朝の上岸二年寺部教に任せられる。上岸五年体力の衰えを理由に知事を願い出るが、許されなかった。十三年正月に、 多ザ卒を兼ねるが、2月に公表を行い長く、勤めていた、自武教を辞す。同年10月8日公挙。去年78、最終勘岩に貧困多ザ卒。根弱物語集24巻2話に、茅新能という名で登場する。茅新能が建てた京国寺の付近の田は、日照りになると水枯れとなり、農民を悩ませていたため、両手に器を持ち、 水で器が一杯になると顔に水がかかる仕掛けを採掘した身長4尺の子供のからくり人形を新能型に設置したところ大勢の人が面白がって水をかけたためその他は日照りの最中でも水不足になることはなかったとある。中期のないものは六国史による。ありがとうございます。